あのパドナビマガジンの選手と和歌山が一緒になっちゃいます。ということで、選手と和歌山は意外と近い。それでは行ってきます。レッツゴー。和歌山で焼肉食べてネイルして次行くでー。岸和田でリラックス。はい、どうも。4月28日新総館、先週和歌山をスイングしちゃえ。